イベント決定。2月の21日、場所がセレネさんです。セレネさん概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。お願いします。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週。わあ、毎週。いやいやいや。はい、今日やっていく都市伝説はですね、タクシー都市伝説参戦というものをやってまいります。みんな真面目にやってていい。ちょうどライブ今日ふざけてる日だから。うわ、話しづらいな。一つ目。はい、デレン。幻のタクシーというものがね。これあれだ。今日だるい日だ。今日はもう僕ふざけ出してもらいます。無視しててください。たまに突っ込んでもらいます。でまあその幻のタクシーっていうものがねあって、これめっちゃ乗ってみたいっていう声がすごい上がっているタクシーなんだけど、はい、どういうタクシーかというとね、乗ったらねまず。コーヒーくれるんですよね。駄菓子をくれたりとか。駄菓子、まあとにかくいろいろもてなしてくれるタクシーなわけなんだけど、ね、まあ、この話本当か嘘かっていうとね、 99.9% 本当なんです。でこれなんで本当かって言えるかっていうと、芸人のね、麒麟の川島さんいるでしょ、はいはいはい、その人がねつぶやいてんのツイッターで、デリンですコーヒーくれてえぇ、って驚いてたら、その運転手がこのタクシーは知る人ぞ知る幻のタクシーなんですよって運転手が言ってたの。何歩いてんだよ。だけんだよ、まだ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 、あれかもしんないっすね、乗ったこと。あれっすか。マジ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 、ご飯と一緒に炊くとうまいって。おぉマジ、ある、あるんだよ。え、すげえ、合ってるよ。そのコーヒーって炊いたのがいい、実際。え、めちゃくちゃうまい。キリンの川島さんもコーヒーご飯っていうレシピを教えてもらったんですよ。そのレシピ通りにコーヒーご飯作ってみた写真もあげてるんです。40万分の1がここにいた。なんでわざわざこんな活動をしてるんですかって聞いた人がいるんだって、はいはい、その人はもともと福島の旅館で働いてたんだって、はい、東日本大震災だったでしょ。それ以降タクシーの運転手になってこういった活動をしてるんですって言ったんだって。東北が暗い雰囲気だから少しでも払拭しようみたいな、そういう気持ちでこの活動を始めたらしい。ああ、ちょっともういろいろ歩かすのやめろや。ちょっと早い。あ、突っ込まずにいられないのよ、こんなことやられたら。全然話入ってないでしょ。こういうの好きな人はこっちを見るだろうし、なんとせず来た人は聞くから。あ、一度で二度美味しいよ。そうそう、なるほどね。じゃあまあ二つ目の都市伝説ということで、タクシー乗って、はい、降りる時にさ、忘れ物はないですかって必ずと言っていいことを確認しないですか。これを言うように徹底づけられてんだって。理由っていうのが、お客さんに嫌な思いしてほしくないとか、まあそういうなんか日本人特有の配慮から、まあ、生まれたこのルールなんだけど、これはあくまで表向きの理由なわけです。メディアでは報じられることないんだけど、タクシー業界では有名な事件が一個あるので、それを今からちょっと喋っていこうと思うわ。まあある日ね、新宿で結構いかつめの人を乗っけたらしいのね。でその人を目的地まで連れてって出てったと。でそれでまあ1時間ぐらい経ってから携帯2個忘れてることに気づいたのよ。2個。でももう1時間も経っちゃうし、返そうにも返せないじゃんやっぱ、うん、だからまあタクシー会社に、まあ、忘れ物ありますよみたいな報告だけして仕事してたんだって。あでそしたら電話が鳴ってね、あこれ多分さっきの人だなと思って、あ電話出たのよ。そしたら女の人でね、はい、無理だ、無理ですわ、これはもう触れるわ、もうこれは標準の無視ね。興味深い女の人が出て、興味深いね。旦那が携帯電話忘れちゃったんですけどみたいな、はいはい、さっきのイカ詰めの人の奥さんだなと思って、まあまあ興味深いね。でこの住所が私の家なんで届けに来てくださいって電話が来たの。家まで届けに行って携帯返したの。2個あったから、あもう一つあの旦那さんのですよって言って2個目を返したのね。そしたらその奥さんが、これは旦那のじゃないですねみたいな。でも旦那さん二つ忘れてましたよって言ったけど、いや旦那のは一つなんでもうこれしか受け取らないですって言って、仕方ないからもう一つはもう持ったままでいたわけで、まあ運転してまたしばらく経ってたらもう一個電話鳴って、そしたら今度はさっきのイカ詰めの人から電話が来た。電話忘れちゃったんだけどさ、住所送るから届けに来てくんないって電話が来て、届けますまた。でそしたらその旦那さん、もう一個あったでしょみたいな。深いな。いやもう一個あの奥さんが引き取りましたよみたいなこと言ったら、男はこう言ったわけ。いや興味深いな。大事なとこ、大事な場面やから。かすごい、かす
奥さんいないけど。いやでも確かに奥さんに携帯届けましたよって言ったけど、いやそんなん知らん知らんみたいなこと言って、それよりも今返してもらった携帯は普通に使ってるようで、もう一個は仕事用の携帯で、こちらの3000万の取引のある携帯なんだけど、お前これどうしてくれんだよって言われて脅されたらしいのね。なるほど。実はその男と奥さんのグルではめられたわけ。うーわって慰謝料払えまあでもね、このタクシー運転手もね、ミスを犯してしまったの。ああ身元の確認せずに携帯を出してしまったから、それで結局タクシー会社はもう1000万円のお金をその人に払ってなんとかことは収めた。それが起きて以来、忘れ物ないですかってちゃんと言うように徹底づけた。なるほど。この他にもタクシーにまつわる事件は多く、トラブルを起こす客は意外と女性が多い。酒に酔って寝ている女性客に警察に連れて行き、女性警官に対処してもらわなければならない。次に多いのは、最初から料金を払う気がないパターン。1万円しか持っていないと言って踏み倒そうとするパターンがよくある。しまいには暴れ出して、お金がないから体で払うと脱ぎ出して慌てて警察に連れて行き、難を逃れた例もある。いやもう興味深いね。それしか言ってねえな。絶対興味ないでしょ、そんでね。いや、結構興味あるよね。タクシーに1回乗って、横浜ぐらいから乗った時にずっと怖い話してくれて、ひたすら面白くて結構なんか変なテンションだからふざけたいんだけど、うん、まあまあ興味ある自分がいて、うん、もうじゃあ 100% こっち来てよ、じゃあそしたらもうこんなのいつでもできる。うわ、すごいやいつでもできるでしょ、こんなおちゃらけバージョン。うわ、すっごい見てるで。うわ、何この顔。最後となる3つ目の都市伝説だよ。タクシーが通るのを拒否するトンネルが存在する。正確に言うと、タクシーが通れないトンネルが存在するっていうことなんだけど、このトンネルどこにあるのかっていうと、足立区にあるんだよね。近い。本当や。なんで通れないって言われているのかというと、そもそもまず高さが足りないっていう。タクシーってさ、提灯っていう赤いとこあるでしょ。これがどうしてもぶつかっちゃうのよ。それで通れないんですよってなってるんだけど、もちろんこれは表向きな理由。これも裏の理由があるわけ。まあ、ある日そのタクシーの運転手が夕方らへんぐらいに、まあ、サラリーマンをね拾って、まあ、仕事してたと。運転手がね、仕事帰りですかって言ったって、まあ、いつもはもう残業とかで深夜になっちゃうんですけど、今日は早めに帰れてって言って、まあいつも遅いから私娘がいるんですけど、今日は早めに帰れて久々に娘に会えるんですよみたいな、タクシーの中は結構和やかな空気で溢れていたと。やめよ。いざそのトンネルの中入りますってなった時に、この優しかったサラリーマンが急に運転手の首をしゃがっ、そう、乗ってた人が殴ってもう金を拾ってもう出てっちゃった。でなんかその事件が起きてから、このトンネル付近でそういった似たような事件がよく起きるようになったわけ。結構このトンネルの周辺って人通りが少ないところだから、第三者から見つかりにくいような状況だったわけよ。正解何これ。小学生の時のやつ。素直でしょ。分からん。まあだからそういう条件とかもあって、こういう事件が起きやすい、で極めつけはタクシーの失踪事件とかもよく起きるようになったんだよね。そのトンネルを通った運転手が急に連絡がつかなくなるとか、怪奇的な現象とかも起きるようになってから、だからこのトンネルは通れなくしようってした。なるほど。それでこの高さを調節してここ通れなくしたっていう。そんな低いの、そのトンネル、まあでも通れないらしい。だからそのもう提灯の高さいじっとけばさ、こう物理的に通れないから通らなくなるでしょ。聞こえてる。聞こえてる。聞こえてる。何その獣的な。え、本当獣みたいな感じ。動物霊ですか。もう気持ち悪いな。えっと、挨拶代わりの。あら、あれなんか、あれ正解みたいな。まあタクシーはまあやっぱ便利だよね。でもやっぱ便利だね。本当ありがたいですよ。便利である一方で、乗ってしまったらもう1対1だから逃げようにも逃げれないっていう危険さも兼ね備えてるわけですよ。まあでもよ、今まで運転手がなんか被害被ってるみたいな感じだったけど、そう、逆のパターンもあり得るじゃん。道のプロだからやっぱそういう危ない道とかも結構いろいろ知ってるわけじゃん。つまり次の被害者となるのはタクシーに乗っているあなたなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ゲストをいらっしゃいよよっ、楽しかったね。ね、おもろかったよな。そっぽ向くなお前。お前だけそっぽ向くなよ。怖いな、なんかドアに現象起きたみたいにやるやん。
これは偉そう。まあ、逆にあれだよね、都市伝説になるためにもうタクシー乗るたびにコーヒーあげるみたいな。あー、逆？あー、幻の都市業界の都市伝説になる。そう、作ってしまう。ちょっとリアルっぽくじゃない、墓地に向かう。うわー、ということでね、タクシー業界の皆さん、次は僕が都市伝説になっているかもしれません。信じるか信じないか、信じてください。なんやそれ。お前サボんなよ。